香港脱アロンを主張朝日放送テレビ教えてニュースライブ正義の見方で昨日放送された朝日放送テレビの正義の見方の中で麻生大臣が韓国政府に対して関税に限らず送金停止やビザの発給停止とかいろんな報復措置があろうかと思うと発言したことに対して芸人の香港さんが次のような発言をいたしました。 麻生さんんはもっっとと言いたかったかだと思う。韓国政府の回答も元総理だった人がこんなことを言うてと主張した。100年前から福沢諭吉さんが韓国との約束は無効だと覚悟しろと。そういうふうな付き合いとかの考え方になっていくのではないか。レーダー消失事件で腹が立ったから、 調べていったら深みに入って脱アロンを知ったとなっておりましてこの韓国政府の問題によって日本は何も悪くないのに様々な被害に遭い続けております下機関セレーダー照射事件では国民の命が直接危険にさらされ現在のいわゆる徴用工問題では慰安婦問題も今後 賠償請求が来そうでありますが、国民の財産が、日本企業の財産が、韓国政府によって抑えられてしまっているという事態に陥ってしまっております。このまま日本政府が何もしなければ、韓国政府は国民の命、財産を今後も危険にさらし、奪っていこうとするでしょう。 日本政府には、韓国政府に対して、ありとあらゆる制裁を、対抗措置を発動していただき、また、韓国政府との関係を抜本的に見直していただき、これ以上、国民が、日本企業が、韓国政府から被害を受けずに済むように、しっかりと対抗していただくよう、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。